リゼロ7話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドマンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。前回の衝撃回から今回はどんな展開になっていくのか、早速見ていきましょう。レッツゴー、来たー。抵抗しないでくれたら楽に終わりにしてあげることもできますよ。おお、どうしてこんなことをって、ありきたりなセリフ言っていいか。疑わしきは罰せよ。メイドとしての心得です。おお、ラム知ってんのか。姉様に見られる前に終わらせるつもりです。あ、勝手に何、俺が信用できなかったのか。うわー、はい、やらかすかもって。まあね、うまくやってたなって勘違いしやがって。うわー、姉様は来たくねーよ。連動してないんだ。おーおー、すげえ。え、姉様からのあれじゃないんだ。疑い、なんかやらかさないように念には念を。それともそこ含めてかばってんの。どう。あー、ギアーがっつり、なんか出てる。水のマナよ、この者に癒しよ。は？こんなあっさり死なれては聞き出すことも聞き出せませんから。いやいやいや、あっさり殺してたから寝てる間に。なんやねん、頭おかしいんかい。ルムにこれを突き立てていればもう少し逃げられたはずでしょうに。ああ、お聞きします。あなたはエミリア様に敵対する候補者の陣営の方ですか。ああ、俺の心はいつでもエミリアさんのものだ。誰にどんな条件で雇われているんですか。確定と思ってるやん。エミリアさんの笑顔にプライスレス。あなたは魔女教の関係者ですか。魔女教。魔女教、知らねえよ。とぼけないでください。そんなに魔女の匂いを漂わせて無関係だなんて、しらじらしいにも限度がありますよ。匂い。姉様とあなたが会話しているのを見ているとき、不安と怒りでどうにかなってしまいそうでした。姉様をあんな目に合わせた元凶が、その関係者が、ノーノーとレムと姉様の大事な居場所に。ほう、魔女教。耐えられないんです。姉様が世話をするのを装ってあなたと親しげに振る舞っているだけと知っていても。ホワッツマイケル。姉様が世話をするのを装ってあなたと親しげに振る舞っているだけと知っていても。世話するふりして仲良くしてる。野菜の皮剥くときに手切らなくなったよ。うわ、読み書き簡単なやつだけどできるようになったんだ。重ねてるからな。約束守って勉強してた。どう読めたんだぜ、お前たちのおかげで。何を言っているんですか。お前たちが俺にくれたものの話だよ。記憶にありません。うわ、なんで覚えてねえんだよ。どうしてみんなで寄ってたかって俺を置いていくんだよ。俺が何したっつんだよ。俺に何しろってんだよ。何が言ってねえんだよ。どうしてそんなに俺を憎むんだよ。髪を切る約束だって俺はずっと。レムは、俺はお前らのこと。姉様は優しすぎます。言葉にならん感じが、もうなんか胸が、OP の歌詞を思い出したりとか。ああ、つら。自分だけずっと全部覚えてんだよ。え、で、ごめん、確認なんだけど、姉助は、絡みたがってんの。でも魔女の匂いがすんじゃねえの。What the fuck なんだけど、マジで。どういうことだってばよ。俺の理解が追いついていねえ。あまり人と絡む機会がねえから、純粋に仲良くしようとしてるってことなの？ああ言った。ちょっと一番なんか嫌ってる風と思わせながら、嫌ってる風と思わせながら、実は一番キャッキャキャッキャしてんの。ちょっとお前可愛いけどふざけんなよ。わかんねえ。わかんねえわ。わかんねえけど、またもや、またここから。知ってる天井。ああ、しかもね、ヒューヒュー言う音がもうなんか、ああ、なんかもうね、いろんなリアル感というか、うわあ、リゼロ、俺がイメージしてたなんか、優しい世界みたいな感じじゃなかった。しかもなぜか知らないけど、リゼロのフルタイトル知らなかったけど、ピンクちゃんと水色ちゃん知ってるから、どっちがリゼロさんなんだろうみたいなのをね、思ってたりもしたんだよね。なんやねん。リとゼロさんなのか。リゼロ。はい、こんにちは。
辛いよ。そして目の前にどんな面してあやいんだよ。起きてたの？さすがにそうなるわ。ラムとレムの二人がすごく心配してたわよ。何か失礼があったかもって珍しく落ち込んで。何もなかったよ。俺とあの二人の間には。スバル、私でよければ相談に乗るけど。俺限界なんだってエミリアに言えたら。今まで俺は自分だけで変えようとあがいていた。だが、エミリアに聞いてほしいことがある。おお。はい。はい。エミリア、俺は今まで何度も死に。は？はぁ？なんで？はい？なんで止められるの？何これ？あぁ！あぁ！出たって！待て。それは本気で、シャレにならねえ。スバル？嘘やろ！なんで？体は動く。声も出る。心臓も痛くない。だが、恐怖は刻まれた。あ、どうしたの？何今の？だから本当に変よ。頼みがあるんだ。言っちゃダメなの？俺に構わないでくれ。うわ。死に戻りを打ち明けることは許されない。この屋敷で俺は3度死んだ。4度目の死は王都でも経験していない。もし次に死ねば戻れないかもしれない。いやー、もうやつれてるよ。ずいぶんと面構えになっているかしら。うわ、心が読める。すべてがわかる。兄ちゃんとあの小娘に言われて面を見に来てやったのよ。お前の様子がおかしいから。最初に目覚めた時にベティが何かしたんじゃないかって疑ってるかしら。失礼な話なのよ。もう大丈夫だ。どこまでわかる？俺は謝りに来てくれた。打ち明けるか。どうしてベティが謝らなくちゃならないのかしら。いや、人には言えねえか。すべてあそこを訂正しないと帰るに帰れないのよ。面が神器臭くなっただけじゃなく、随分と濃くなっているのかしら。魔女の匂いなのよ。魔女？なりそうかしら。魔女って、さっきの手？人の魔女か。今の世界で魔女と言われて、それ以外の何があり得るのよ。で、匂い。その匂いを俺から感じる。だから確定として潰しに来たか。何せよ、魔女から特別な扱いを受けるお前は厄介者なのよ。顔も名前も知らない相手に特別扱いってのはゾッとしねえな。何もないならもう行くのよ。兄ちゃんにはちゃんと話したことは伝えておくのかしら。お前俺に悪いと思ってんだよな。思ってないのよ。タックに言いつけんぞ。少しだけ思ってることもあるかもしれないかしら。一個だけ俺の願いを聞いてくれ。明後日の朝だ。その時間まで俺を守ってくれないか。揉め事を持ち込まれるのはごめんなのかしら。ベティにとってこの屋敷はなくてはならない場所なのよ。かかる火の粉を払いたいだけだ。それさえ他人任せなくせに、ずいぶんと立派な志なのかしら。返す言葉もねえよ。手出すのよ。え？うん。おお。何時の願いを聞き届ける。契約はここに結ばれる。仮でも契約は契約。お前のわけのわからない頼み聞いてやるかしら。そこまでやるか。幼女に泣かされそうになった。幼女とか言うな。なのよ。あと兄ちゃんに告げ口したら許さないかしら。これ今累戦俺も来てるわ。そんな大事かそれ。必死さが鬼がかってんな。鬼がかってるね。いやー、俺が彼の立場だったら超きついわ。なんなのこれ。嫉妬の魔女。今一瞬違う顔出たな。おお、救いだな。生まれ変わるために。いつまでもグースカと寝てるんじゃないかしら。濃くなる。うん、おお。約束の時間だから。なんだって。いやいや来てやったの。いつ。なんだって。グースカと寝てるんじゃないかしら。バンボルティア。バンボルティア何やそれ。いやいや来てやったの。コメント欄でお願いします。あるやつなのよ。4日目に居眠りとかマジで命知らずのアホか俺。ブツブツとうるさいかしら。適当なとこにかけているのよ。禁書庫。寝てる間に俺を担ぎ込んだのか。お前の匂いが充満してる部屋で過ごすなんてごめんかしら。ベティの居場所は禁書庫だけなの。お前もお行儀よくしているかしら。まさかとは思うけど、寝てる俺の手とか握ってなかったよな。仮に兄ちゃんのお願いでも断らせてもらおうかしら。お行儀よくって言われてもな。お前それで質問ばかりで困るのよ。少し黙っているがいいかしら。しかし俺は彼女が好きになっている。すごく好きになっている。いやー大変だよこれ本当に。要精神崩壊せんな。寸前だけども。呼ばれているかしら。何？そういえばいたのよ。おい待てよ。今外に出たら。引っ込んでいても構わないのよ。ここにいれば安全かしら。おお、巻き添え食らいそうで怖いな。どこにいる？隠した。頼むぜ本当に。お
出ていいのか。まさか超えたのか予感の夜を。おお、あれだけ遠いって思い込んでたのにこんなにあっさりと解決には繋がってねえけどな。エミリア、どこに行ってたの？いいから一緒に来て。どこ行くんだよ。なんでそんな顔してるんだよ。だってもう全部うまくいく。俺がこうして無事でエミリアも。そうだ、村にさ、一緒に行こう。やりたいこと話したいこといっぱいあるんだ。スバル、エミリア、あれ？はあ？はい？どうしてレムが殺されちまってる？はあ？任務失敗したから？触らないで！レムに、ラムの妹に触らないで！やばいね。その匂いゆえか。死因は衰弱し、眠るように命の火を消されてる。あの薬、てか呪いが。あ、そう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 、術。うん。あの呪いはレムだとばっかり。呪術師とレムは別個。心当たりはないかね。可愛がっていた従者がこんな目に遭わされて、私も少々気が立っているようだ。何か知ってるなら言って。洗いざらいぶちまけて楽になりたい。だろうな。ぎ。何事？おう、最後違ったな、斬撃、あれ違ったな。洗いざらいぶちまけなさい。おお。約束は守る主義なのよ。あの時ダブルでいたか。間はこの男の身の安全はベティが守る。やば、かっこよ。ベトリス様、こいつは昨晩禁食にいたかしら。だからこの一件とは関係ないはずね。事態に重きを置くべきはすでにそこにない。しかし、君が身を張って守るほどとは彼が気に入ったのかな。冗談は化粧と性癖だけにするかしら。凄まじいな。全部どうでもいいのよ。邪魔しないで。レムの仇を、何か知っているなら全部話して、ラムを、エムを助けて。ごめんねラム、スバルを信じてみる。あなたがラムを、レムを救ってあげられるならお願い。きっちいな。ごめん。おお。ヘビーすぎるわ。俺は逃げたんだ。もうあの場所には戻れない。仕方ねえじゃねえかよ。俺だってあんな楽しかったってのに。似てるな、あの死に場所と。死に場所、死ねば救われるだろうか。うわあ、状況から信じまえば変わる。あがき続けた結果がこれだってんなら何の意味があるんだ。崖、いやあかんて、あかんて。ああ、胃が痛い。このまま目をつむったまま一歩を踏み出せばそれで終わりだ。今度死んだらどうなるんだ。あとたった一歩が。俺はこんな簡単なことを。ようやく見つけたのよ。おう、いや頼りになりすぎるな。何なのかしら。どうして来てくれたんだ。お前の身の安全を守るのがベティの交わした契約なのよ。今日の朝までって話だったはずだが。お前の思い違いじゃないかしら。期限の話をした覚えはないのよ。なんと、淡い期待を抱くのは都合が良すぎるかしら。失われたものは戻らない。あの姉に弁明する機会なんてもうない。お前はそれを投げ捨てたのよ。わあ、どちらが欠けてもあの姉妹はもう足りないかしら。俺はあの二人のことも大切で守りたいと思ってたのに。あの姉妹の何をお前は知ってるのかしら。どちらが欠けてももう元には戻らない。戻れないのよ。重要だな。俺は何も知らないままてめえ勝手にみっともなく騒ぎ立ててただけだってのかよ。せめて目の届かないところで死んでくれないと夢見が悪いかしら。だからお前を領地の外へ逃がしてやるのよ。そういえばあの時両手を誰かが握ってくれて。ラム、レム、二人が苦しむ俺を見てらんなくて両手を握ってくれていたんだとしたら、そんな奴らだったとしたら放っておけんのが。絶対に殺してやる。憎悪に満ちた声だが、それ以上に泣き声が消えてくれない。もともと楽な方へ流されやすいたちなんだ。バカなこと考えてんぞ俺。せっかく拾っ
った命なのにな。拾った俺の命だ。だから楽な方に、生きやすい方へ目指して何が悪い。俺が決める。まさか。もたもたしすぎ。おお、来た。やっと見つけた。絶対に逃がさない。契約が生きている以上、お前が相手でも手を抜かないのよ。ベアトリス様こそ、ここが屋敷の中でないことをお忘れでしょ。やば。禁食から離れ、そして森の中、ラムからその男を守れる自信が終わりですか。よは、なかなか快感。ついに。何をしてやがる。死にたいのかしら。死ぬのなんか本当に人生の最後に一回だけでいい。観念したってこと。少し違うな。どうなれば覚悟が決まったってとこか。悪かったな、随分とお前たちを悲しませた。やっぱりレムのことは何か。悪いけどそれは本気でわからない。わかんないことだらけだけど、わかんねえことだらけなのを知っていこうと。今さら何を。レムはもう死んでしまったの。今さら何かが分かったところで何ができるっていうの。何かができるなんてかっちょいいことは言えねえ。ただ俺は覚えてんだ。お前らが忘れたお前らを知っているんだ。ラムとレムの何が分かるっていうの。肝心なことは何にも知らないまんまだ。だけどお前らだって知らないだろうが。何を。お前らを大好きだってことだよ。ってどう。やはり。うわ、そうか。仲良くやってはいたけど、どんどん濃くなる匂い確認するしかなかった。やるしかなかった。俺にしかできないことだ。はで、ちょいちょい俺勘違いをした場面があったが、まあまあまあ、だからとにかく別物っすね。別物っていうか、状況整理としては、レムラムに関しては、まあ、濃くなる匂いに対して対処するしかなかった。その過去に秘められたものと、それゆえに、まあその魔女の話ね、それが起こす可能性のある問題、今のタイミングを含めて、まあ、疑わしきはっていう、ちょっとあまりにも雑だなと思ったけど、疑わしきはお前、話す気ねえじゃんとか思ったりしたけど、ただ、匂いがどんどん濃くなっていく。そこを踏まえると、まあまあ、やるしかなかったよねっていうのと、で、結局、呪われた。そう、呪い。だから、まあ別に村に買い物行ったのは単純に買い物で、はい終了で、別に皆さん毒物も買ってねえって話で、もう別物だから、単純に呪いは呪い、誰がかけたのって話だよね。まあまあ、俺はずっと小安さんがもう声的に悪いと思ってるからさ、ロスワール。ちょっとね、もうだから、小安さんって大変だよね。どこ行っても悪者だと思われるもんな。言うてスナフキンやろ。言うてスナフキンだもんな。あんま油断すると、あ、今回はいい人だとかってあるもんな。ダーウィンズゲームもいい人だったもんな。だからあんまりこうなんか、ね、めたく行くのもどうかと思うけど、割かしその8割方悪いもんな。だからずーっともうあの声聞いた時点で、こいつあかんなとか思ってたけど、でもそうなってくると、マジで関係ない部外者になってくるよね。呪い。アジン。そんなやつパッと出てきてねえもんな。多分ね。知らんけど。いやー。だから、考察要素マックスだね、これ。考察要素マックスだし、どうせ考えても無駄やね、これ。なんかもう黙って感じようって感じ。いやいや、もう当然いろいろ考えるけど、なんか下手になんかめちゃくちゃ暴いてやろうとしてもどうせわかんねえんだよ。それほどになんか深く組まれているというかさ、めちゃくちゃ、もうね、すげえ組み方されているというか、やばいよ。マジでやばいよ、この作品。最高っすね。ベアトリス、もう、株、パーン上がってるからね。やばいよ。はい。ということで、今回はこんな感じで終了していきたいなと思います。うわー、続き見てーなー、だる。今夜の10時だからさ、もう10時になるから、夜の10時で音止めなんですよ。音止めっていうか、音出しちゃあかんのよ。遅いから声が聞こえるから、ここ。だから、まあ、あれなんだけど。ああ、続き見たい。ああ、続き見たい。やば。マジでやばい。おー、本当に最高の作品に出会ったわ。
すげえわ。いや、スバル本当になんか今までにない主人公だな。めっちゃ大変じゃん。何これ。いや、すご。2話から抜け出せませんって感じですね、今は。無限に2話から抜け出せません。本来普通のアニメだったら多分ね、今2話ぐらいなんだよ。1話目でのことがあって、なんとかボスと戦って、ね、話が広がって、落ちみたいなので、2話目で何回やるんだよっていうぐらいね。すごいなぁ。やばいな。10期ぐらい必要やん、これ。はい。ということで、最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。で、あと、僕のツイッターよかったらフォローしてください。全然関係ねえけど、X、フォローしてください。フォローしてくれたら、リポ送ってくれたらフォローバーしますんで、ね。みんなでね、X の方でも仲良くしようぜっていう、そんな感じ。俺よくグルチャー入ってって言うやん。それはみんなとワイワイ、喋れたりとか、本当にね、楽しくできるから、もうマジでね、ガンガン入ってほしいんだけど、入れない人もいるじゃん、事情で。だからほんなら、X をフォローしてくれたら、X も絡めるし、まあ、コメントでもそうなんだけどね。だから、ガンガン絡もうぜってことで、X の方もフォローよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!